さあ、久しぶりデッドバイ貞子初めて使ってやっていきたいと思います。ということで、いやゲームもやっぱ久しぶりにやる感じで、いや今日はね3連休の日曜日2日目、あでも明けて月曜日になっちゃったけど、今日はね4時間4時間ひたすらスケボーやってましたね。あさすがに痛えな体。いやスケボーってねトリック一つ一つ使う筋肉がやっぱ違うんで、あんまり やってないトリックとか今日結構やったんで、なんか筋肉が慣れてない感じで、ちょっと久しぶりに筋肉痛みたいな感じになってるいつもオーリー しかしないからジャンプさすがにな。でもねスケボーってほんと何時間でもやれるんだよな、不思議と。やってる時は全く疲れを感じさせないスポーツ。他のスポーツだったらさ、なんかサッカー野球とかだったらこんなずっとやってたら疲れるけど、マジでスケボーはなんか不思議なんだよな。なんかすげえ見づらい感じするけど、全然いねえな。うい。なんどこ行った？え？いや、そっちだったか。なんで今姿見えたんだ？あれ今トップでこいなかった？オブセか。タップでかオブスじゃない、シリルがオブスか。なんで俺姿わかるんだ。ああ、ありがとう。もう一人いたな。誰も釣ってねえんだよな。でか？はい。オッケー。いや、悶絶まで遠いな。よし。
飛びまくろう。なんでこれ姿見えるんだろう。あ、オッケーオッケーオッケー。出さないんか。でしょう。破滅が残ってんのはいいね。よしよし、そこね。あー、壊された。もう板ないかな、ここ。これな、パークの効果か。やった。なんか戻ってきてくれた。ボイルオーバー久しぶり。まだ使ってる人いたんか。だいぶもう見なくなったけどね。やってない。まさかの？ストライクあんのかな？これ戻るか。でもストライクあんのかな？オッケー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 。一人いるの、そこに。よっしゃ、いたからなんか移動してくれた。よいしょ。オッケー。届かない。あ、メメント行っちゃうぞ。わーわーわー、久しぶりなのこれ。だからそんなの。オッケー、そっち。この人出っ歯だったよね。オッケー。さあ、メメント。あ、初めて自分で使うの見るの。なんかもうドアップやべえな。さっきそこにいたよな。こっち。あべー、飛ぶ方向間違えた。
あまり越えてこねえか。オッケー。あーこれ貞子のパークか。発電機叩いたら通知、あ、発電機触ったら通知来るってやつか。OK。 あーこれいいね。どうすっかな。よし、電波使った？OK。 この人初めてか。なんかテレビを消してくんないから結構いいな。ワープできるから結構ね、対策として、なんか動画見る感じだとテレビ消す人が多いらしいんだよね。まあ当たり前か。強いあれをさせないために。あんまこの人たちはあれかな、対策知らないのかな。あ、これさ、アドオンかな、なんかこう透け透けて見えるやつ。あれ諦めた？なんで？なんでこれドクドク言ってんの？あーこれエアド高いやろ。俺な、何のあれか分かんない。あー、つけられた。多分アドオンだなこれ。うぃー、ちょっと待って、シェリール呪われてない？シェリール呪われてるよね、どこだ？おいー、もう一人いるぞ。ああ！回復間に合っていく。そっちか。うい、手張ったことあったね。オーケー、よし。いい感じに、なんかうまくいったな。あれ、シェリルどこだ？ここら辺？やば。開いた。よし。呪い。これ呪いも解除してないってことは。ちょこ。対策しんない？あんまさだこと当たって。てない感じの人たちだったんかな。だってテレビが全く消えてないもんな。よし。
まだ灰です。リセットされて1回もやってねえもんな。あ、そういえばちゃんとリセットされたんだ。そういえばなんかバグってたけど。はい、ということでデッドバイデイライトでした。お、オール8000ということで、ではでは。